令和新選組特定枠1位船子さんです。皆様はじめまして。世界でたった一人の全身麻痺ギタリスト船子康彦でございます。筋萎縮性側索硬化症、略して ALS という難病を抱える船子康彦さん。全身の筋肉が衰え、呼吸することができないため、日常的に人工呼吸器の助けを借りる必要があります。上はこれ切るんですよね。これ上はこれ切る。こっちにします。この病のため声が出せない船子さんが意思を伝える方法は瞬き、そして奥歯を噛むことでセンサーを反応させるパソコンを使っています。現在の日本の総患者数は9000人以上、さらに毎年10万人に1人以上が発症していると言われる難病 ALS。 けれどその頭脳と精神活動は活発です。短歌を趣味とし、パソコンを使ってギターも弾きます。ビジネスマン時代の船子さん、宝石や時計を販売し海外でも仕事していました。その頃は競争社会で勝ち上がっていくことが生きがいだったといいます。しかし働き盛りの41歳の時、突如として難病 ALS を発症。自らの未来に絶望し、死にたいと願う日々を送ることに。そんな時、知人の医師に依頼され、同じ病を持つ人の相談に乗ることになりました。その活動を通して人を支える喜びを知り、生きる気力を取り戻しました。船子さんがその当時の気持ちを綴った短歌があります。難病を通して新しい生き方を手に入れた船子さん。こんにちは。いつも先生お元気で嬉しい、ね、現在は介護事業所の副社長として人々を支えています。動けないからこそ動かせる思いがある。時間がかかるからこそ伝わる思いがある。当事者だからこそ譲れない思いがある。船子康彦さんは誰もが支え合って暮らせる社会の実現を目指しています。